お願いします。水田吹雪です。水ちゃんとかお水とかブッキーって言われます。インテリアコーディネーターです。ついこの間24歳になりました。 A 型です。京都です。はい、 OK です。池田ひろきです。池ちゃんです。はい、大ムーです。40歳です。王です。京都府です。丸です。睡眠ダメって言うのかな、溜めてる。あ、なるほど。寝れるとき、寝れるときに寝てる、ね、最近、はあ、レコードに話してる。レコード、あ、俺めっちゃ昔集めてる。本当ですか？なんかレコードがめっちゃ来てて。マジで？俺それやったら結構数でいろいろめっちゃ話せるよ。あ、マジですか？昔のレコード、ダンボールで何箱くらいやろ、10箱くらいあったの。結構売ったけど。教えてください。はい、ぜひ。はい、お願いします。違う人生の、まあ、あれなのかな、いろんな感覚があっていいんじゃないか。決して今に満足してないから。確かに。そう言われたら、私も学校に行きたいけど、もう一回自分の人生で違う道を歩んだらどうなるかっていうのを知りたいです。分かる。それも分かる。っていう意味の丸です。見事に違う。まあ、僕の場合、年がもう40なので、さすがにちょっと、うっきうち出て、それがいかんっていうね、ことは、あのさ、何してんねんみたいな。いや、大丈夫です。だからまあ、水ちゃんぐらいね、若い子、まあ、僕の手つなぐ、選択肢もあるんですけど、照れが出てしまう。逆に腕組むの照れ。え、嘘？すみません。微妙です。信じません。まあ、僕全然信じないです。占いどころか、はい、朝のニュースも星座占いすらも全然最下位でも全く気にもなる。別に1位やったからどうだって。もうそんなのでもいいと。はい、私はいいことは信じる。ああ、でも女性の方は多分あの信じる方は手相占いとか、ね。ああ、わかります。結構あの。手相占い行って結構真に受けて落ち込む方とかどちらかいらっしゃる。そう、落ち込んだりはね、したくないんで、嫌なことは聞きない。素晴らしい、ポジティブですね。はい、ポジティブです。あ、炎上しそう。俺もある、これ宇宙人信じますか？見てみる。私も信じる。見たんですか？これもう、ね、見てもらって、小学校の頃、僕と6人ぐらいは夏休みに見てもうたんや、 UFO 全員で。嘘やん。ほんとにもうね、もうそこからこれあかんやつ見たっていう感じで、あの未だに同窓会でね、その話して、あの円満でした。円満というかね、あのなんか光が終わってなくて、それがずっと空にいて、でそれがヒュッていなくなって、それでも私も見たくないな。高校生なんて、高校生なんて小学校の頃。
信じざるを得ない。信じざるを得ない。はい。ビジョンの章は、理解の理由。